八田さん、シロン公園、みんなの公園、はい、こっちについてましたね。八田自然公園でございます。はいはい、どうしましょう。はいはい、まあそうそうやね、そうそうですね。はい、八田自然公園行ってみましょう。初めて来ましたからね、ちょっとね、場所がまだな。案内図じゃないね。あれ、案内図ないんだよ。自然公園。もう広そうだね。あれ、なんかないかね、案内図。案内図思えんか。ここ建物なんか中に何かありませんか。子供の交流か。あら、誰もいないね。お、広。ここまで案内図がないね。なんか分かんないですか。これ案内図。今どこに。これは広いわ、これ、この公園も。ほらほら。なんや、その中とは。こういけんねや。この広さですよ、これ。この木は何の。風吹いたけ？風吹いてんのにな。どうしたんだろう。すごいことあったな。これイノシシが掘った跡ですよ。下ね、いっぱい掘ってます。なんか虫かなんかおんねやろな。すごいことイノシシおんねん。これミミとかなんかおんねやろね。全部命が凍ったんですよ、ね、この水は飲みません。はいはい、飲みませんね。ここ階段上がってまだ見上がれる。お、池がある。池に水あるな。奈良か、これ奈良。若草山かなんか見えないか。ちょっとわからないとこかは。奈良やな、これ あそこなんか案内がある。ここが一番奥や。下から5、600メーターもっとあるかもしれんね。お、5、600メーター井戸はありますよ、これ。で、最後あんまり人の歩いた跡がありませんね、これは。ここなんかある。カエルがおる。いいとこなんかあんねやな、コースがね。これね、ここ階段、この階段降りて、よいしょ、この階段、よいしょ、はい、ほほ階段降りて。はい、池まで降りて、もうほとんど池、あと100メーターで池ですわ。
風が強いね。水が流れてる。流れてますね。で、池に繋がってるな、これな。いやー、命が穴掘りまくってますわ、これ。あの上ずっと歩けんでやるけどね。歩けるけどね。ちょっと歩いた形跡が、ここもほとんどないな。歩いた形跡が。ちょっと誰か歩いとるのかな、これ。足跡がね、ほとんど見当たらへんねんけど。ここで見るとや。あ、これね。ほらほらほら、こんなんだよ。今ね、行ったのね、あそこやな。あの上行ったんやけどね。あの上の方に行ったんやな。で、入り口はこっちやな。工作場があるな。こっちの駐車場やな。はいはい、だこっち。いっぱい浮いてますね。カモが。おそらくね。右の方がおそらく散策物はないでしょうな。外来生物を放さないで帰ってきました。帰ってきました。帰ってきました。